香川県道159号高松港線は、香川県高松市を通る一般県道である。高松港の一部である東浜港と高松市のメインストリートである中央通りを結ぶ県道である。ただし、上東町一丁目交差点からは短略路として、市道の瀬戸大橋通りが並行して建設され、また対面通行の東道路に対して市道は一部、整備中部分を除き、 他社船でもあるため、県道指定当初の意味合いは薄れてきている。起点部分の東浜港は、その後大幅に港域を広げた高松港の原点であり自船名はその名残であるが、港湾整備が進んだ現在では、東浜港を発着する定期便は存在せず、主に漁船などの停泊に利用されている。東県道は大部分が都市計画道路に指定されており、指定名は、 高松港海岸線及び、琴吹町鶴屋町線。高松港海岸線は、東県道の内東浜町一丁目にし、通り町交差点からなる。1946年6月5日、戦災復興院国事第39号により指定。最終国時及び、車線数、名称の変更などを除く。最終決定日は2005年3月8日の、香川県国事第133号。 ことぶき町鶴屋町線は東県道の内通り町交差点終点からなる。1946年6月5日、戦災復興院国時第39号により指定。車線数、名称の変更などを除く、最終決定日は1979年1月9日。最終国示は2004年5月17日の香川県、国時第354号。 東剣道が交差する瀬戸大橋通りは都市計画道路高松海岸線に指定されており、東剣道の一部に指定されている都市計画道路高松港海岸線と路線名、機能が類似しているため、しばしば両者が混同されることがある。通り町一丁目付近、ありがとうございます。